お疲れです。すんちゃんです。すんちゃんの大阪の家で今から見てみましょう。実感だったのめっちゃ早かった。実は大阪に仕事があっていたんですね。まあ家でっていうか、まあ家でやったんですね。私はなかなかないチャンスですよね。これは2日ぐらい大阪で一人では本当に楽しかったんです。まあまあこういう今見てる友達らは私のあの大阪のお友達ですね。まあいろいろこうやって遊ぶって感じです。まあまあまたまあこういうダンスをしてまあしょうもない遊び方をしてまあまあ仕事もちゃんとしてまた帰ってきたんです。本当に早かったんです。また次家出を行けるためにありがとうございます。すんちゃんでした。